はい、それでは15分ほど早いですけれども、第3ラメド基調講演、九州市立大学の、趙佳菜子先生によりますベルクテストの導入と活用法、北九州市立大学国際環境学部の、事例を、ご発表をお願いしたいと思います。趙先生、よろしくお願いいたします。北九州市立大学の趙と申します。よろしくお願いいたします。本日は、この4月に、北九州市立大学国際環境工学部におきまして、ベルクテストをプレスメントとして採用させていただきました。でその導入に至った、経緯と、その活用法、実際は4月に導入したばかりですので、これからこういうふうな形で活用したいというところがかなり含まれるんですが、そういったお話をさせていただきたいと思います。本日の流れですが、まず簡単に本学についてご説明差し上げます。で続きまして、英語カリキュラムとベルクテストの位置づけ、そしてベルクテストの導入に至った理由について説明をさせていただきます。そして最後活用方法という形で、進みます。まず本学についてですが、本学は1946年に小倉外事専門学校という形で設立いたしました。その後大学へ昇格いたしまして、文献の大学としてずっと歩んできたわけなんですが、2001年ですね、北九州市立大学、いわゆる法人化に合わせまして、理系の国際環境工学部というものを別キャンパスに作りました。で今回ベルクテストを導入いたしましたのは、こちらの国際環境工学部理系キャンパスにおいてです。でこちらが今年度の入学者数です。文系キャンパスがメインになりますので、どうしても文系の方の学生数が多くございます。で国際環境工学部は276名、学測定員250名に対して276名新入生が今年度入学してまいりました。で大学名から分かるように、本学の設置者は北九州市であります。で、公立大学法人というものは、6年ごとに設立団体の長が中期目標を策定せねばならないというふうになっております。でそれに基づきまして、現在第2期中期目標というものが策定されております。でその中で、我々の語学教育に関わるものが、この学部学群教育の充実の中のこの部分ですね、優れた語学運用能力を持つ人材を養成しなくてはいけない、それが目標である。でこの目標自体は、割と抽象的な文言なんですが、実はこの目標を達成するために行動計画というものの策定が求められています、義務付けられています。で本学ではこの目標に対しまして、具体的な数値目標というものが設定されています。それがこの部分ですね、学部の2年終了時までに TOEIC 470点以上を取る学生、これを全学で半数以上出しなさい、これが数値目標でございます。ですので、北九州市立大学は全キャンパスとか全学部、この数値目標に向かって、英語教育を行っている、語学教育を行っている、そういった状況にございます。でこの中期目標、中期計画が走り始めましたのが平成23年度、2011年度からです。そしてこの中期目標を達成するために、この国際環境工学部では2013年度に、つまり今年の4月から英語カリキュラムを大幅に改正いたしました。でこの改正に合わせまして、ベルクテストを導入させていただきました。でこの改正は先ほども申し上げましたが、第2期中期計画の目標を達成すること、それを念頭に置いたカリキュラムでございます。で柱といたしましては、まず一つと、大きく2つございます。1つは、少人数教育の徹底です。1クラスのクラス規模がだいたい25名から30名程度のクラス規模で英語の授業を行っております。そして、卒業に必要な単位数、これまでは6単位
英語は6単位だったのですが、それを8単位までプラス2単位という形で増やしております。でこの卒業に必要な単位数8単位というのは1年時に4単位、2年時に4単位という形で習得するという形をとっております。これが1年時の具体的なカリキュラムになります。4月当初にベルクテストを受験します。そしてこのベルクテストの結果に応じて英語演習1、プレゼンテーション1、このクラス分けが行われるんですが、英語演習1、英語演習2というのは基本的に TOEIC 対策、TOEIC の素材を用いた英語の授業になります。プレゼンテーション1、プレゼンテーション2は発信力、特に工学部の学生は学会でのプレゼンテーション等が求められますので、最終的に英語でプレゼンができるようにというような、そういった目標を定めまして設定しております。で1年時の1月、前期末、実は昨日 TOEIC の IP の、 監督をやってきたんですが、全員、基本的に全員受験いたします。そして、1年生の後期の末にもう1回 TOEIC を受験する。でこの1年生の後期末の TOEIC のスコアをもとに、2年時では470点を超えた学生は科学技術英語1、そして470点を超えられなかった学生は TOEIC 1という形で、TOEIC のスコアに応じてクラス分けを行います。この A 群というのは選択必修のクラスです。同じく B 群も上から下に TOEIC のスコアに応じて取る科目が異なってくるというような、カリキュラム設計です。で2年生の前期末でまた TOEIC を受けさせられます。でその際にこの TOEIC 1を受講していた学生で470点を超えれば、科学技術英語です。1の間違いです。科学技術英語1に、そして470点いかない学生は TOEIC 2にという形で、ここでもまたふるいにかけられて、470取れない学生はとりあえず TOEIC 470達成するまでは基本的な TOEIC の勉強をしましょうねというようなカリキュラムを、取ってます。で本学がじゃあ4月のそのプレイスメントに、ベルクテストを導入するというふうに、決めました理由として大きく3つございます。1つ目が内容面、価格面です。そして2つ目がテスト自体の運用面、そして3つ目がフィードバックの方法ということになります。皆さんもご存知の通り、巷にはプレイスメントに使えるテストは5万とあるんですが、その中でも、本学の、運用方法にとってはベルクテストが一番ベストであるというような結論に今至っております。でまずテストの内容ですが、高校卒業したばかりの学生が受けますので、まず違和感がないものであること、違和感のない形式であること、例えば本学の学生ですと英語の設問、いわゆるディレクションなんか TOEIC のように全て英語ですともその段階でへこむ学生がいます。ですのでまず日本語でディレクションが流れてくるであるとか、そういったまず形式面、問題も含めてですが、そういったテストかどうか、そして2点目が英語力以外の知識が必要ないテストであること、つまり英語以外の知識がないとちょっとこれは難しいよねというのは、やはり高校卒業したての新入生にはやはり難しいだろう。そして3点目がやはり価格面です。どんなにいいテストであってもやはり1人当たり2万円かかるとなるとなかなか大規模導入は難しい。このやはり3点というのがまず内容価格面では大変大きな、ファクターになります。そして2点目の運用面ですが、まずテストの受験時間です。本学では英語、数学、物理、科学のプレイスメントテストを1日で行います。留学生はそこに日本語の、オリエンテーションと日本語のプレイスメントも入りますので、1科目あたりに使える、特に英語に使えるテスト時間数はせいぜい90分まで、1コマ分です。その中に収まること。配布回収も含めてその中に収まることというのがすごく重要になってきます。そしてもう1点が結果が出るまでの時間です。
年々事業開始 の、 あの4月の第1回目の事業の日時というのが早くなる傾向にございますので、第1回目の事業までには確実にクラス分けをして、かつ学生に周知をしなければいけない。でそういうふうなことを考えると、